に私の子供時代の時父が作ってくれた中華料理だったりという思い出が凝縮した一皿です。私は日本人なんですが父が中華料理店を経営していたので小さい頃から中華料理特に広東料理に親しんできました。父がいつも、夕ご飯に中華料理作ってくれて子供の頃から家族でいろんな中華スープだったりおかずだったりなんやかんやそんなの食べてきました。子供の頃から中国料理のスープがすごい大好きでした。だから今回の一品は広東料理の本質であるこのスープを使った料理を作りたいと思います。まず A4 の宮崎和牛のフィレ肉を昆布だしでさっとしゃぶしゃぶしてそれにシャンタンのジュレとウニ、白味噌と青のりのペースト、すべて口どけのいい素材で料理をまとめました。